ルーク・デビッド・スティールは、イングランド・ピーター・バラ出身のプロサッカー選手。ノッツ・カウンティ・ FC 所属。ポジションは GK。地元クラブのピーター・バラ・ユナイテッド・ FC でキャリアをスタート。2001年12月、マンチェスター・ユナイテッド・ FC の1週間トライアルに参加した。その後、ピーター・バラに一度戻り、2002年3月にレンタルの形で、 マンチェスターユナイテッド FC に復帰、U17 チームとリザーブチームで数試合に出場した。2002年4月にピーターバラに復帰し、同月のレディング FC 戦でトップチームデビュー。2002年5月、マンチェスターユナイテッド FC に移籍。移籍金は50万ポンドで、活躍次第で225万ポンドまで値上げされる。しかしプレミアリーグでプレーすることは、 結局なく、2006年8月に、ポール・マク・シェインと共に、トマシク主着のトレード要員として、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC に放出された。2008年5月21日、バーンズリー FC に移籍。2014年7月17日、バーンズリーのフットボールリーグ1への降格を受け、ギリシャのパナシナイコス FC に移籍。2017年8月31日、 ブリストルシティ FC に延長オプション付きの1年契約で移籍。2018年8月1日、ノッティンガムフォレスト FC に2年契約で移籍。2021年4月26日、ナショナルリーグのノッツカウンティ FC へ加入した。U-18 年代から U-20 年代までイングランド代表に選出されていた。ありがとうございます。